お尻が硬いと女性にとって大問題です。食事制限しても有酸素してもヨガやっても痩せない、そんな方はお尻が原因の可能性大です。お尻を柔らかくすることで大きいお尻を小さくキュッとヒップアップして、お腹周り背中周りの腰肉浮き輪肉を撃退します。まずお尻の柔軟性チェック一緒にやっていきましょう。両手で右足をこんな感じで持ちます。見るべきポイントは2つ。足が胸につくか、このふくらはぎが床と平行か、皆さんこの2ポイントできますか？どうですか？1回下ろしましょう。これで逆足もやってみましょう。両手で左足を持って膝をしっかり胸につける。足が胸につくか、ふくらはぎが床と平行か、この2ポイントを見てみましょう。皆さんどうですか？できましたか？最後にも同じチェックをしてビフォーアフターの結果見てみましょう。では床に座った状態で足の裏を合わせて少し足を前に出します。ひし形を作ったら体を正面に倒していきます。できるだけ前に倒れましょう。外もも、お尻、腰、背中にかけて伸びてくると思います。きついよって人はこれぐらいでも全然 OK、 できる範囲でやっていきましょう。余裕がある人はどんどん前に倒れて手を前に伸ばす、体を前に倒していきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。で、終わった後にも最初にやった柔軟性チェックやります。変化はわかるのでぜひ最後まで一緒にね頑張りましょう。 OK、 そしたら次右足を伸ばします。こんな感じで右足の方に向かって体を倒します。右の裏もも、膝の裏伸びてくると思います。きつい人はそんなに体前に倒さなくてもいいので膝しっかり伸ばしておきましょう。逆に余裕がある人は手でつま先掴んじゃいましょう。空いてる手で膝が曲がらないように押さえておくのがおすすめです。呼吸は止めないようにして、肩あんまり力入りすぎないようにしましょう。目的は裏もも、膝の裏を伸ばすことです。呼吸はね止めないようにしましょう。 OK、 これで逆足いきます。左足伸ばします。これで左足の方に向かって体を倒していきます。膝の裏、裏ももしっかり伸びてる感覚あれば OK です。きつい方はこんなに体前に倒れなくてこれぐらいでも大丈夫、しっかりで膝だけ伸ばしておきましょう。逆に余裕がある人、手でつま先掴みましょう。肩は力入れすぎないようにしてしっかり呼吸しましょう。呼吸のタイミングとかもよく質問されるんですが、僕は呼吸を止めなければそれで OK だと思ってます。よし、 OK。 そしたら次はこんな感じ、体育座りの感じで膝を左に倒す、右に倒す、こんな感じです。きつかったら手を床についても OK です。以前の動画でもこれやったの覚えてますか？余裕があればね、手を離してこんな感じでやってみましょう。ちょっとずつね、前に進んじゃうことは全然問題ではないです。僕もね、前進んじゃうんで、きつかったら手床についてくださいね。しっかり股関節を左右に倒す。頑張って。よし、 OK。 そしたら次、開脚できるところまでしましょう。そんなにね、無理しなくていいです。まあ内ももがちょっと伸びるかなぐらいのところで OK です。そのとこでつま先を内外にねじります。手は床ついてても OK です。しっかり内外、このね、付け根からねじるイメージ、手床ついていいですからね。慌てなくて大丈夫です。自分のペースでしっかり内外にねじる。呼吸は止めないようにしましょう。余裕があればもっと開いてもいいです。逆に余裕ない人はもうちょっと狭くしてもいいですよ。自分のペースでねやっていきましょう。再生速度を速めたり遅めたり、途中で一時停止してサボったり、自分のペースでねやってみましょう。 OK、 そしたら次右足だけ伸ばします。股関節なるべく開いた状態で体を真正面に倒します。内ももを伸ばしていきます。皆さん内もも伸びる感じありますか？つま先が前に倒れちゃうと効果半減です。しっかりつま先真上向けておきましょう。ちゃんとぐーっと上向けて、呼吸止めないようにしましょう。余裕があればもっと前に倒れる。きつ
かったら、つま先前に倒れちゃっても OK です。内ももが伸びてればそれで OK です。よし、 OK。 そしたらそのままですね、右足伸ばしたままつま先倒す、ぐっと上を向ける、しっかり股関節付け根からねじるイメージです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ぐっと向ける。内ももは伸びる感じあれば OK です。余裕が出てきたらちょっとずつ股関節開いてあげるとね、より効いてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり上向けて、きつい。よし、 OK。 したら次は左足を伸ばします。なるべく股関節を開く、その状態で体を真正面に倒していきます。左の内ももをストレッチしています。つま先なるべく上向けておきましょう。内もも伸びれば OK です。きつい方、こうやって体倒さなくてももちろん OK です。最近質問でよくなんか、正しいやり方が分かりません、この YouTuber の人はこう言ってたのに深井さんはこう言ってます、どっちが正しいんですかっていう質問とかもね来たりします。もう体のことに関して正解考え出すとすごい難しいです。僕はこの内もも伸びてれば OK だと思います。 OK。 そしたら次の種目、そのままもう一回体前に倒して、つま先前に倒す、しっかり上向ける、これを繰り返していきましょう。股関節付け根からねじるイメージ。そう、結局僕はストレッチってそこの筋肉を動かす、伸ばすことが目的なので、僕が今ここ伸ばしたいですよ、例えば内ももって言ってるところが、そこが伸び縮みしてる感じあれば OK です。これ内もも伸びますよね、それで OK です。強いてダメなこと言うとすれば、無理やりギューッと伸ばしすぎて痛ててててってなるのは NG だと思います。精神的にもきついし、肉離れしちゃう可能性もあるので、そんなに無理する必要はないです。 OK。 よっしゃ、次これで足の裏合わせてぐっと手前に引きましょう。その状態で体を正面にぐーっと倒していきます。なるべく膝外に開いて体を前に倒す。これもね、以前の動画で柔軟性チェックやったんですが、理想はこの膝がね、床から拳1個分ぐらい、これぐらいですね、これぐらいの状態で、でなおかつ前に倒れて肘がね、床につくぐらいまでいけるといいなと。僕もね、今ちょっと硬くてかなりギリギリな感じですけど、なるべく膝外に開いて前に倒れる、この内ももとかね、ストレッチしてます。 OK。 そしたら次は右足だけ前に出しましょう。こんな感じです。それで体を真正面に倒します。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。余裕があればもっと前に倒れてもいいし、ちょっとねこうやってねじってもいいと思います。いまいち伸びないよって方もこうやってねじってみたら、あ、伸びたなんてことはよくあります。呼吸は止めないようにして自分がね伸びる位置探しましょう。伸びなかったらもっとこの足こんな感じで前出して倒してもいいともいいし、逆に手前に引いてみてもいいです。自分が伸びるなーって位置を探してみましょう。呼吸止めない、肩もね力入れすぎないで自分のペースで行いましょう。OK、 逆足いきます。左足を前に出します。こんな感じで体を正面に倒します。左のお尻伸びてくれば OK です。余裕があればもっと前に倒れる、きつい人はこれぐらいでももちろん OK、 お尻が伸びてればそれで OK です。逆にねちょっと斜め前に倒したりするとより伸びてきたりもします。で今までコメントでやっぱりこの今やってる種目どうしても何やってもお尻が伸びませんって方いただきます。そういう意見をねいただきます。一パターン目としては単純にお尻が柔らかいから伸びてる感じがしないっていう可能性はあるんですが、単純に硬い部位がね当たってない可能性があるので、もういろんな向き試してみると良いと思います。 OK。次は右足を左こっちに持ってきます。で両手でこの足をお腹にグーッとつけます。右のお尻が伸びてきます。なるべくピンと姿勢正しておきましょう。きついよって人はこんなに足引かなくてもいいです。この辺でももちろんいいです。お尻が伸びてればそれで OK です。目的はお尻伸ばすことです。逆に余裕だよって人は足をしっかりお腹に引きつけてピンと姿勢張りましょう。上から引っ張られてるイメージ、お尻伸びれば OK です。肩力入れすぎない、呼吸は止めないようにしましょう。
よし、OK。逆足いきます。左足、右、こっちに持ってきて、両手でこの足、お腹にぐーっとつけましょう。左のお尻が伸びれば OK です。これもし伸びないよーって方いらっしゃれば、コメントで遠慮なく質問してください。ただ大体は、ちょっと体を試しにねじってみたりとか、しっかり足をお腹につけたりとか、ピンと姿勢を張ることで伸びてくると思います。ちょっとね、無意識にズルしちゃってると伸びないよって勘違いしたりするので、そこはね、ちょっとやり方見直してみましょう。OK、 次、前屈していきます。長座前屈、足を伸ばしてなるべく前に倒れていきましょう。こうやって反動つけていいです。いけるとこまで倒れましょう。まあ最低でもね、指先触れるぐらい行きたいんですが、僕もほんと最低ギリギリです。倒れないよって方も大丈夫です。もうこれぐらいでも全然 OK。 この膝の裏とか伸びる感じありますよね。そこを伸ばすことが目的です。手で指を触ることは目的ではないです。前屈して裏もも膝の裏伸ばすことが目的です。自分のペース大丈夫です。余裕がある人はどんどん前倒れましょう。これね、全く人と比べる必要ないですからね。自分ができる範囲でやりましょう。OK。 次、あぐらかきましょうか。楽な体勢で、右手、右肘床について、左手万歳します。左の脇腹、脇の下、伸びてくれば OK です。この指先、遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。向こうに向かってぐーっと。で、斜め前倒したりとか、真横に倒したりとかね、自分が一番伸びるなーって位置を探してみましょう。どの方向が正解ってのはないです。強いて言うなら、いろんな方向ついてるので、全部の方向30秒ずつやりましょうっていうのが正解ですかね。ただ、もう全然ズボラじゃなくなっちゃうので、まあまあまあ、全体で30秒でいいでしょうと。よし、OK。これで逆行きましょう。左手で左肘、左の床に手をついて、右手で万歳します。指先を遠くに向かってグッと伸ばす。右の脇腹、脇の下、広背筋という筋肉伸ばしてます。よく最近来る質問は、この時にお尻が浮いちゃうんだけどいいのって来るんですけど、全く何の問題もないです。目的は脇腹、脇の下伸ばすこと。先ほどもお伝えしましたが、ストレッチの目的は伸ばすことなので、代償って言って硬い人はこうやって浮いてきちゃったりするんですけど、全く問題ないです。伸ばしたいとこ伸びてればそれで OK。 細かいことそんなにね、気にしなくて大丈夫です。 OK です。そしたら次は頭の後ろでこう手を組みましょう。後頭部で手を組む感じです。そのままおへそをぐっと覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。この時足はすごい楽な感じで大丈夫です。あぐらでもいいし、こうやって足伸ばしててもいいです。自分がやりやすいように足は楽な状態作ってください。普段反らさない範囲まで反らす。しっかりおへそ覗き込む。反らせる。丸める。肩腰痛い方、痛みない範囲で大丈夫です。呼吸は止めないようにやっていきましょう。しっかり反らせる。 OK。 そしたら休憩ストレッチ。まあ、あぐらとか楽な状態で座ったまま、ちょっと顎を上にぐーっと持ち上げましょう。この首の前面が伸びると思います。で、こうやって斜め上向いたりすると、このね、全体的に伸びます。二重顎解消ストレッチ。伸びないよって方は、手をこんな感じでクロスして鎖骨あたりを押さえて、ちょっと下に引っ張りながら顎を上向けると、手は下に引っ張ってて顎が上向いてるので、この引っ張り合ってね、より伸びてきます。これ首の筋肉、細い筋肉なので、そんなにね、いてててててってなるまで伸ばさなくていいですからね。気持ちいいなーって感じで OK。 OK です。そしたら次、左手を後ろにこんな感じで回します。右手で首を倒します。左の首のこの辺伸びれば OK です。伸びますか？いまいち伸びない方、斜め前に倒してみたりとか、真横に倒してみたりとか、もしくはね、手をしっかり後ろに持っていく。こっちの肩がこうやって浮いてきちゃうと伸びません。左肩は浮いてこないように後ろに回しておきましょう。ここが伸びればそれで OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。 OK。 これで逆側行きましょう。右手を後ろに回します。
左手で首をつかみます。足は楽な体勢でいいです。あぐら、正座、長座、何でもいいです。目的は首伸ばすこと。これもね、細かい筋肉なのでそんなにきつく伸ばす必要ないです。こうついね、肩こりとか頭痛が辛い方、ギューって強く伸ばしたがるんですけど、それでイコール楽になるってわけじゃないです。こう力入ったままね、無理やり伸ばしたら逆に痛くなったりするので、リラックスして痛気持ちいいぐらいで伸ばした方が良いと思います。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。次は手を横に広げて、こんな感じでしっかり内外にねじっていきましょう。皆さんついてこれてますか？途中でサボってもいいし、再生速度を変えてもいいですよ。自分のペースやっていきましょう。きつい。しっかり内外にねじる。で、これこういうのをやった後にすごい肩が凝っちゃうってしてるんですけど、ここが力入ってこんな風になってるとね、逆にすごい肩凝っちゃいます。肩は上げないですよ。これ腕だけですからね、動かすの。肩こんな風に上げないでくださいね。呼吸止めないようにしましょう。しっかりねじる。OK。 そしたら次、二の腕引き締めのパンチいきますよ。右手からいきましょう。しっかり曲げて伸ばしきる、曲げ切る、伸ばし切る、頑張っていきましょう。しっかり曲げ切って伸ばし切る。余裕があればしっかり曲げ切った後、真上にパンチするイメージで、上に引っ張られてるイメージでぐーっと高く上げる。曲げ切る、高く上に向かってぐーっとパンチ。肩腰痛い方無理しないでくださいね。しっかり伸ばし切る、頑張って。きつい。左手は楽な状態で大丈夫です。きついなこれ。めっちゃきつかった。次左手いきます。曲げ切る、伸ばし切る。皆さんついてきてますか？しっかり曲げ切って伸ばし切ってくださいね。これね、お尻周りのストレッチって言ってて、こうね、上半身お腹周りとか腰肉撃退って言ってるのに、なんでこんな腕の種目入れるかっていうと、骨盤からついてる広背筋っていう筋肉があるんですけど、広背筋って骨盤から始まって終着地点ここなんですよ、腕なんです。だからもう腰から腕までつながってるので、正直僕なんでしょう、お腹周り痩せようと思ったらやらなくていい部位って全身に存在しないので、基本的にね、全身やった方が効果的です。 OK。 そしたら体育座りしましょう。次、体育座りで両手で太ももを抱え込む。これでおへそをぐーっと覗き込みましょう。背中、腰伸びますか？しっかりおへそ覗き込む。いまいち伸びないよって方は、もうちょっと足伸ばして、しっかり足抱えておへそ覗き込む。おへそ覗き込んで腰しっかり丸めたら伸びてくるはずです。腰、背中伸びますか？呼吸止めないようにして、きつかったらサボっても OK。 再生速度調整してもいいですからね。OK。 そしたら次、楽な状態で座りましょう。あぐらでも正座でもどっちでも大丈夫です。左手を右斜め前、右手を左斜め前、こういった感じで交互に手をしっかり伸ばしていきましょう。脇腹、脇の下伸びます。遠くまで伸ばして頑張って、頑張って。きつい。この次からね、きつい種目いきますよ。皆さん準備いいですか？大丈夫ですか？もしきつかったら今のうち10秒サボってもいいですよ。遠くまで手を伸ばす。これね、スピード重視じゃないですよ。遠くまで手を伸ばす。普段動かさない範囲まで動かすことが大切。ゆっくりで OK。 よし、 OK。 次、体育座りになりましょう。手をこうやって膝の内側に当てましょう。で、膝は閉じる、手は外に開く。膝と手で反発し合う。きつい。頑張って、内もも使って閉じて閉じて閉じて、手と膝頑張って反発させて、頑張って頑張って頑張って、よーし、 OK。 きつかったですね。もう一回いきますよ。大丈夫ですか？わからなかったらコメントで聞いてくださいね。手を膝の内側当てて、膝と手で反発させる。きつい。内もも頑張って、きつい。頑張って頑張って頑張って、あと少し、よし頑張って、 OK。って言いながら、ごめんなさい、あともう一回だけ、もう一回だけやりましょう。
手は膝の内側、手と膝反発させて、ゴー、はぁ、きつい、頑張って、ふわ、頑張って、内もも使って、頑張って、ふわ、きつい、頑張って、もし釣りそうとかきつかったら無理しないでー、よし、オッケー、ちょっと休憩しましょう。そしたら次、さっきと逆ですね。手は、膝の外に当てて、これも膝と手で反発させます。膝は外に開く、手は内に閉じる。いきますよ。スタート。反発させて、頑張って、反発させて、もっと頑張って、はぁ、きつい。呼吸を止めないで、頑張って。よし、オッケー。きつい。あと2回いきますよ。もしね、頭痛くなったりしたら休んでくださいね。無理ない範囲でやりましょう。よし、じゃあ手と膝反発させますよ。よし、頑張って、呼吸止めないで、頑張って反発させて、もうちょっと頑張れ、よーし、オッケー。ラスト1回いきましょう。こんな感じで手は膝の外当てていきますよ。スタート。反発させて、呼吸は止めないで、頑張って、きつい、頑張れ、反発させて、あと少し、もう少しだけ頑張って。よっしゃ、オッケーです。では最後、お尻のストレッチしますよ。では右足を左こっちに持ってきて、この膝をお腹にぐーっとつけます。さっきもやったんですが、最後ね、こう生理運動的なイメージでお尻もう一回伸ばしておきます。ここがね、伸びないと一番最初にやった柔軟性チェックできるようにならないので、しっかり伸ばしましょう。余裕があれば足はしっかりお腹につけてピンと胸を張る。きつかったら足こんな感じでもね、できる範囲で OK。 右のお尻が伸びてればそれで OK です。伸びてますか、お尻。呼吸止めないで、肩力入れすぎないようにしましょう。なるべく姿勢正しましょう。 OK。 最後逆のお尻いきます。左足を右こっちに持ってきます。しっかり膝をお腹につけて左のお尻伸ばします。なるべく姿勢正しましょう。きつい人ちょっと緩めて、楽なできる範囲でも OK。あのね、僕がこうストレッチをお客さんにかけるときによくやるんですけど、例えばふくらはぎとか足首だけストレッチかけるんですよ、僕がね。でそしたら首が回るとか前屈ができるようになるとか開脚が進むとか、こういうことめちゃめちゃあるんですよ。これ全然皆さん意味わかんないですよね。なんで足首ふくらはぎやって首が回るようになるのって話したんですけど、筋膜でつながってるんです。だから本当に体ってつながってるんで、やらなくていい部位はないと、ここは強くね皆さんにお伝えしたいです。 OK。じゃあ一緒に再チェックやっていきましょう。右足からです。両手で右足を持って、膝が胸につくか、このふくらはぎは床と平行か、どうですか皆さん、できましたか。ちゃんとできますか。わからないことあれば聞いてくださいね、コメント欄で。 OK。 できたかどうか教えてほしいです。逆足もいきましょう。両手で左足持って、胸をしっかりお腹につける。膝は床と垂直、あ、床と平行か、ごめんなさい。どうですか皆さん、できましたか。よし、 OK。 皆さんここまでよく頑張りました。物足りない方概要欄に追加ストレッチやってます。ビフォーアフターどうだったかコメントで教えてください。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた、この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、 友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人以上の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、全て無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届けます。